あの、私のね、近所にね、すごいいい中華料理屋さんがあってね、そこも家族でもしょっちゅう行っててさ、いわゆるも町街の中華屋さん、こう赤いのれんがさ、中華料理みたいに書いてあって、そこまでこう綺麗じゃないみたいなね、味のある。いいね。そう、街の中華屋さん。でも何食ってもうまいの。 麺も、<ー>チャーハン、なんかや炒め系の野菜のやつも、<ー>餃子も、<ー>全部うまくて。そういうとこ当たり外れあるけどね。当たり、そうそうそう。<ー>でもそこは全部うまくてさ。あ<ー>で、まあ、そこをまあ。 狼みたいな、この60代、うん、70歳ぐらいの、うん、お,おばちゃん。うん、その人、まあ、トップでいいのよ。狼、うん、的な。おうおうで、その人の息子さんがおそらく厨房でこう、うん、鍋を振ってるね。で、その人の息子さんのおそらく奥さんも一緒にこう、ホールでこう、なんか注文。 受けたり、してて。その人の、まあ、娘さん、狼からしたら、孫にあった孫か。中学生ぐらいの女の子。もう一緒にたまにこうなんか手伝ったりして。三世代にわたってこうやってるのよ。で、その狼が、まあ、いつもこうなんか接客してくれたりするんだけど。その人は、あんまりこう必要最低限のことしかもう喋らない。あんまりコミュニケーション取らないタイプの人。どっしりしてる。そう。そのお店のこうなんかテーブルの下にいつもこうメニューが入ってるのよ。 行ったら絶対、メニューしに入ってってます。うん。と、うん。あと注文をこう言った時の返事の、はい。しか、俺は聞いたことない。もう繰り返さないのもうこの、この双子で、うやりとりしてるみたいな。何々と何々とみたいに言われはい、繰り返さない。はい。しか、俺は聞いたない。そういうタイプの人なんだなと思って、まあ、通ってて。で、え、ちょっと前、サンシャイン池崎を、そこに連れてったの。うん。 で、二人で行ったの。その中華料理。で、なんかもうめっちゃ食ってさ、あいつもはしゃいで。え、麻婆豆腐、ジンジャーロース、レバニラ。すごいね。とかをも二人でシェアして。パンパンじゃん。パンパン、結構頼んだよ。二人でシェアしてさ。うでもその、食べるたんびに、あいつが、もうなんかテンション上がってこうさ。いや、今まで一番前。 うまい今までで一番うまいみたいな。本当になんか感動した。あいつ、なんか純粋な男の子じゃん。純粋だよ。めっち番うまいえ澤部。お前いつ起きてんの一番うまいみたいな。すごいんだよ、あいつのテンションが。中華中華初めて中華初めての子だったのかな、あいつは。一番うまいよって言ってさ。そう、テンション上がってわーってってお酒も進んでさ。で、9時10時ぐらいうん。えになって。 その、狼が、先に帰るんだね。やっぱ年齢のこともあんのか分かんないけども、あ<ー>その後の、その、娘さん、息子さんに、うん、じゃあとよろしくね。任して、みたいな。あとよ、あとよろしくね。うん、で喋るんだ。と思いながら、うん、ああ <laughs>、さあとよろしくね。うん、で、こう帰ってくる。うん、で、帰ってくう、途中で俺のテーブル横切る、その瞬間に、俺のテーブルに、瓶のビールを、 ダンってうん。その大神がダンって何何久しぶりだ、こんな気分がいいのは。うん。のみな。ああ、こすごいああ怖そう。女海賊の。アルビダワンピースのワンピースのアルビダじゃねえか。こんなきな人だったんだと思って。今まで俺、寡黙なさ、おばさまだと思ったら、こんなきな素敵なお店だなっていう。そんな素敵なお店にね、よく通ってんだけども。 この間また、もう数日前、今度一人で行ったの。一人で行って、そう、好きなの。一人で行って、夕方ぐらい。そしたら、おばさん、50代ぐらいのおばさんが、ザーサイでビール飲んでて。で、もう一組お客さん、家族、お父さんお母さんとあと4、5歳ぐらいの女の子。 で、その二組お客さんに。で、俺もビールと、ちょっとなんか、レバニラみたいな。頼んで、大に。で、待ってたの。したら、その四五歳の女の子が、なんかぐずり出してね。ああ、はいはいはい。ああ、もう帰りたい帰りたいよって。したらお母さんもさ、そのお母さん。いや、まだ食べてるでしお父さんが。ダメ、まだ帰らない。食べてるでしょう何みたいな。まあ、なんかよくあるやりと。りあるね。いや、帰りたいみたいな。いや、ダメまだ食べてるからダメ じゃ、じゃあ、抱っこしてみたいな。ああ。ま、ああ、四五歳でも抱っことか、言うんだ。抱だこね枝。して抱っこして抱っこしてみたいな。うん。ダメダメうん。やだもう。抱っこしてダメみたいな。そんなやりとり、ままつで、お母さんが、もう、切れたんだよ。なんか、ちょっと。うん。イグじゃないあなたうん。どうだと思ってんのここどこここうん。どこここ お店でしょどこここお店でしょここどこみたいな。どこここって聞いてるけど、しよ要し答え言ってるけど、お店でしょって。ちょっとヒントはね。ヒントは出ちゃってるけどなって思いながら聞いてたの、俺はさ、その話を。したらさらに、こう、ちょっともうエスカレートしてる。うん。え、な、もう、なんなあなたうん。お母さんね。なんなあなたもいいかげしなさいよ。うん。ああ、もう嫌だ。もうあれだ。ほんとに。 今日、あの、見てきた動物たちの方が可愛いわ。あんたより、みたいな。多分ん、なんか、動物園外のやつね。今日見た動物の方が可愛い。動物よりダメ。あんた、あんたみたいな。まあまあひどい。四五歳の女の子多分分かるじゃん。まあそれぐらいの傷つき方するだろう。そうそう。動物と比べて。全然可愛くないあんた。えみたいな。俺は、えそんなこと言う。したら、お父さん。お父さんが、 でも、今日のね、動物みんな可愛かったけどね。みたいな。フォローなのかなフォローなのフォローなのか、ちょっとこの話をそらすのか、みたいな。言語射撃みたいに聞こえなくもないけどね。どうなのかなお父さん的には優しそうなトーン。なるほどね。可愛かったよね、みたいな。可愛かったからしょうがないか。まあまあ、みたいな。でももう聞かない、そんな奥さんって奥さんも、うみたいな。で、まだ娘もさ、ぐずるからさ。 ああ、うたくしなくしたみたいな。ああ、もう、あれだ、ダメだ。オラウタン以下。あんた。あんたオラウタン以下。今日見たオラウタンの方が賢い。自分で餌食べてなんか、ちゃんとやってた。あいはあんたオラウタン以下。見た娘に言うの。う言うでしょうオラウタン以下っていう、娘に。オラウタン以下って言ったら、お父さんが、うん。なんか、今、あの、ケープタウン、南アフリカのね、ケープタウンではすごいオラウタンのなんか研究が進んでるらしい。 言う、いうの謎の、謎のフォローなのか分かんないけど。ま、本当に頭いいから、そこまで悪いって意味じゃないよ研究がすごい進んでるんだよ、みたいな話それもでも、奥さんとかさ。だいぶ怒ってる。怒ってる。でも、娘もさらに言ってさ。したらもう、お母さんももう、はい、はい、猿、猿以下。はい、猿以下。結構行ったね。はい、猿山、今日は行ったね、猿山の。はい、猿以下。はい、猿、猿、猿、みたいな。 はい、サルイカーって。ええ、娘にサルイカというかね。はい、サルイカーズてお父さんはまた。なんかみ、でも、すごい南アフリカでは、サルがすごい、あの、人気あるらしいけどね。何そのロさっき南アフリカの都市、ケープタウンで言ってたけども、今度はもう、南アフリカでなんか、全般で。あなんかお父さんなんか、 南アフリカでなんかやってたのかなというぐらい、そう。それ人気あるけどね、猿は。うん、みたいな。あん、みたいな、お母さん。ああ、つって、お父さんで食べ終わったのか、お会計しに行ったの。うん。おー、神のこれ。で、その間もう娘とさ、お母さんはさ、やり合ってた。猿猿うん。おい、猿みたいな。来た娘もちょっとなんかもう。 うきーみたいな。うきーみたいな。超発想。もう、舐めてんじゃん。いや、だからあんまりその、いつも通りなんだよ、それが。その家族サル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 イカサル猿。うきーみたいな。サルサルサル猿、うきーつってやってるうちにお父さんがお会計終わって帰ってきた。そしたら、お父さん帰ってきたぐらいで、お母さんが、サルうん。あれ、猿猿、猿、猿でも本当に世界で一番可愛いサルって。 うん、みんなで家族で手繋いで店から出てったの。幸せ、うん。幸せだ。幸せ <laughs> 家族ーって思って。幸せ。そう、素敵な家族ーって思ってパッって、うんうん、狼を見たら、うん、レジに肘ついて、うん、いい家族だなみたいな顔してた。<laughs> すごい,い、いい空間で。すごいビールが美味しかったんだよ。すご,ね、すごい素敵な中華料理。いい劇みたい。な感じ <laughs> いい劇。